マイマイカブリは、甲虫目オサムシカオサムシやに分類される昆虫の一種。成虫の体、特に頭部が前後に細長い大型のオサムシである。日本の固有種で、地域変異が大きく、多くのアシュに分化している。日本の北海道、本州、四国、九州、離島では、淡島、佐藤ヶ島、伊豆大島、沖諸島、五島列島、津島、久島,島に分布する。 世界の他地域には分布していない日本の固有種であるが台湾には農業害虫となるカタツムリの駆除のために導入されたものが定着しているという。成虫の体長は3から7センチメートルほどで基本的に全身がツヤのない黒色だが体の大きさや全胸部及び頭部の色彩が地域や種によって大きく異なる。成虫は 細長い表端に長い触角と足が生えたような形をしている。頭部と前胸部は前方に細長く伸び、大顎が発達する。触角は細長く体長の半分ほど、足も細長いががっしりしている。後胸部と腹部は背面が膨らんだドーム状で、前肢の先端が尖る。左右の前肢は浮かごにそのまま融合してしまい開くことができない。 さらに講師も糸状に退化しているため飛ぶことができない。日本では特に珍しい昆虫でもないが、マイマイかぶりを収む種類全体で見ると、日本固有種であること、世界的に見ても大型種であること、頭部と全胸部が近縁の他の首長を収む種類と、比べても極端に細長いことなどの特徴を持つ。足ごとに様々な変異があるので昆虫採集の対象となっており、 愛好家も多い。海外のオサムシ収集家にも憧れの的の一つともなっている。森林とその周辺に生息し、春から秋まで見られる。主に地上を歩き回る脇に登ることもあり、夏にはクワガタムシやカブトムシと同様に雑木林の樹液に集まることもある。また、本来は夜行性だが日陰の多い林道などでは、 日中でもたまに歩き回る成虫が見られる。冬は成虫、または修霊幼虫で越冬し、朽木の内部や落ち葉、石の下などでじっとしている。長い足で活発に歩行するが、危険を感じると、ビブからメタクリル酸とエタクリル酸を主成分とし、強い酸臭のある液体を噴射する。この液体は刺激が強く、手はともかく目に入ると大変な痛みを感じ、 炎症を起こす。後方だけでなく、髪型にも噴射できるので、むやみに手で押さえつけたり顔を近づけたりしないよう、注意が必要である。カタツムリを捕食中の足小青まいまいかぶりカタツムリを、見つけると大顎で軟体部に噛みつき、消化液を注入して消化、溶けた軟体部を食べる。前方に細くなった頭部と前胸部も、殻の中に引っ込んだカタツムリを食べるために発達した。 適応とみられる。マイマイかぶりという和名も、カタツムリの殻に頭部を突っ込んで捕食する様が、マイマイをかぶっているように見えることに由来する。軟体部を食べやすくするために殻を殻口から大顎で、噛み破ることもあり、特に、佐渡ヶ島産の亜種、佐渡マイマイかぶりではその傾向が著しく、他の亜種に比べて、がっしりした大きな頭部と大顎を有する。 幼虫の時点からカタツムリ食で二例を経て8日、羽化する。成虫は肉食性が強いものの落下果実や樹液も接触する。カタツムリを中心に他の昆虫やミミズなど様々な動物質の餌を捕食するが卵巣の成熟のためにはカタツムリを接触する必要があると言われる。東京都の多摩動物公園昆虫館では 弱霊幼虫の餌となる小型のカタツムリの入手に苦慮し、園内の水槽に発生しているインドヒラマキガ貝を代養食として与えたところこう結果を得たという。なお、小型の幼虫が大型のカタツムリを襲った際は抵抗するカタツムリに噛みついたままからに引き込まれ死亡する場合もある。交尾の終わったメスは途中に、複端で小さな部屋を作って一つずつ産卵する。卵は、 長さ1センチメートルほどの白いゼリービーンズ状で柔らかく、昆虫の卵としてはクマバチと並ぶ最大級の大きさである。卵は土壌の水分を吸収して膨らみながら発生が進んだ後、体長2センチメートルほどの一例幼虫が孵化する。幼虫は全身が黒で上から押しつぶされたように平たい体型をしている。シデムシ類の幼虫にも似るが、 マイマイカブリの幼虫は胸部や腹部の側面に節ごとに塩部がヒレ状に伸長し、体側面のシルエットは虚子状となる。幼虫はカタツムリ色で、一霊幼虫は十分な量のカタツムリを接触すると途中に潜り、脱皮して二霊幼虫になる。通常のウサムシ類やゴミムシ類は三霊が中霊幼虫であるが、マイマイカブリや これに、近縁の首長をさむ種類は2例が終例である。1例、2例とも、かなり大きなカタツムリを捕食することができるため、それぞれの年で1回のみの捕食で次の年に進むのに、十分な食物を得ることもでき、その場合は、孵化してから成虫になるのにたった2個体のカタツムリを接触するだけで済むことになる。カタツムリを十分接触した2例幼虫は途中に深く潜って、 サナギ質を形成し、内部でサナギになった後、羽化して成虫となる。マイマイカブリは腹部から噴射される分泌物にメタアクリル酸を含むため皮膚炎を引き起こすことがある。マイマイカブリは多くの亜種に分かれており、中には鈍い金属光沢を持った色鮮やかなものもいる。これは成虫が飛べずに長距離の移動ができないため、 た地域個体群との遺伝的交流が制限され、各地域の個体群が独自の文化を遂げた結果と考えられている。以下のようなアシュが知られるが、アシュの区分は研究者によっても説が分かれる。コアオマイマイカブリ DB ベイベーニス、仙台さん、マイマイカブリ DB ブラプトイズ、イブキヤ山さん、マイマイカブリの属する首長オサム種類は、どれもマイマイカブリほどではなくても、 全胸と頭部が細長く慎重し、主にムリを捕食する。ありがとうございます。